どうも皆さんこんこにちはです、今回ですねタウンホール外出しの人がですねよくすることなんですけれどもあの隠しテスラをですねまあこうタウンホール8だったら3本タウンホール7だったら2本まあそのやる持ってることができるんですけれどもよくですねこういうタウンホール狩りにまあ例えばこういう配置こうやった時にまあ攻める側としてはここら辺にですね 攻める側としてはここら辺に空きがあるので、まあ、ここら辺に隠しテスラがあるのではないかというふうに思い、まあ、ここにアーチャー23体で攻撃したりする場面が多いと思いますそこで、まあ、隠しテスラをねここに置いて、まあ、そのアーチャーやるっていうのもいいんですけどもああの隠しテスラっていうのは強いんですよ毎秒,毎秒40のもダメージを与えることができるんですねなのであの隠しテスラっていうのは タウなんつうんだろうその狩るようにやるのではなくてタウンホール外出ししたなら完全に外出しもうタウンホールにもうミレンはダメですミレをは残してはいけませんですけどもまあえー、タウンホールはヒットポイントが結構高いので、まあ、ヒットポイント3700タウンホール8であるのでまあそのなんつうんでしょうね大砲で倒す 大砲やアーチャーで倒すっていうのは、に、まあ、役割がありますね。もう外出しした時点で、ほん隠してずらや、もうね、たまにね、もう巨大爆弾とか、あの、えっとバネトラップとか、ここにか、もうね、ここにかーって並べる人いるんですけど、本当無駄です。もう、か、えー、タウンホールを外に出した時点で、もうタウンホールにもうね、ミリを持ったらダメです。なので、ま、その隠してするのね、今回は、えー、置き場所というか。 えー、やっちゃいけないことでしたありがとうございました